さあやってまいりました、ウィリアム・テンプソン靴磨き大会第1回目でございます。いやー楽しみでしたね。私もあの司会を、ウィリアム・テンプソン大会の司会を務めさせていただきますウィリアム・テンプソンなんですけども、まあ夜も眠れないような大会前夜の眠れないような、いろいろ熱い思いがこもってしまって、どのような大会になるのかね、楽しみでございます。まずですね、ルールの説明を簡単にしましょうということでですね、こちらのタイマー15分ということで、まあここら辺に飾ってもらってですね、15分以内にフルメンテナンスをしてもらいます、皆様に。まあ自分のフルメンテナンスということですね、あの各々の思うフルメンテナンスで構いません。まあ一般的なフルメンテナンスがね一番いいんじゃないかなというふうに思うんですけども、そこはもう選手個人のあのいろいろな受け取り方があると思いますので、やり方があると思いますのでですね、そんな感じでやっていってもらえればなというふうに思います。で15分後にですね、まあ磨き終わった靴を、まあ、このように並べてもらって、でこちらのキビの缶、こちらはですねすごく見やすいので、あの磨き終わった後の靴のつま先とかに、まあ、このようにして、艶の具合をですね見せてください。であとは一周このようにやってもらって、で完成です。磨くのは両足で、磨く道具なんですけども、まあ、個人のもう好きなようにいつもやってるような何でもいいです。フルメンテナンスなんで何でも、本当に何でもいい。さすがに雑巾はやめてほしいんですけど、雑巾だけとかやめてほしいんですけど、普通のものなら何でもいいです。普通の磨き用品的なものでしたら特に縛りはないです。でですね、靴磨きのその磨くなんだろう対象、靴はもう何でもいい、それもとりあえず革靴であれば、であとね焦げ茶か黒に、まあ、とりあえず絞ってください。あんまり薄いとね淡かったりすると見づらかったりするんで、まあ、焦げ茶色か黒で、特にデザインの指定もございません。まああんまり、凹凸っていうかメダリオンが多すぎたり でかいとか、トリッカーズのでかいとかあんまり良くないと思うんですけど、まあそんなこんなでですね、あまりにも前置きが長くなってしまうと皆様もうずうずしてしまってると、私もうずうずしてしまっているので、やっていこうかなというふうに思います。ということでちょっと選手の方にカメラを映していきたいと思います。はい、選手たちですね、左上の方がピレスロイドさんですね、磨き屋さんをやっている方だそうです。ちょっとバブリーな服をしていますね。で右上の方がですね、スーツ男さんです。まあ、ハッシュタグとかにありそうな名前の方ですね。で左下の方がこちらエドワードさんですね、で、右下の方がですね、ちょっとやんちゃそうな、暴走族さんという方です。まずはですね、今選手たちが、今から使う道具をですね揃えているところです。まあ、この手前とかに道具が今揃えられておりまして、それを選手がおのおの用意している形ですね。さあ、あと少しで始まるところでございますけども、おっと暴走族さん、ちょっと何やってんですか。ダメですよ、ダメですよ。ああやさぐれてますね。いやー、どっからその服は引っ張り出してきたんでしょうかということで、さあ始まりますよ。はい、スタートです。ちょっとなんか体温計みたいになってますけど、はい、皆様コロナには気をつけてください。はい、おっと、ちょっと暴走族さん暴走族さんがね、ちょっとすごいちょっと目にね、そっちにとらわれちゃって、ちょっと別の方を見ていきましょう。左上のピレスロイドさんですね、今汚れ落としをして、あ、もう片方行ってますね。で左下のエドワードさんももう片方行ってますね。で右上のスーツ男さんはですね、紐をですね外していらっしゃいますね。あ、ちょっと結構几帳面な方なんですかね。右下の暴走族さんはちょっとまだねやってますけど、かなり豪快にやってますね。男らしい磨き方をしております。左下のエドワードさんがもうクレームを塗っておられますけど、
ども、左上のピレス・ロイドさんは、うん、これはリッチデリケートクリームを塗っているみたいですね。お、かなり最初の方からもう完全なフルメンテナンスっていう感じですね。で、暴走族さんはちょっとリグロインをですねワックスにかけて一気につま先に塗っておられますね。ちょっとすごいね、有楽町とかで見るような磨き方でございますね。こちらはかなり古典的な磨き方だ。ちょっとね、暴走族さんにインタビューをしたいなと思います。暴走族さん、あ、なんで、あのですね、ちょっと今回はこういう形で磨いておられますけども、どなたかに教えてもらったんですかね。あ、じっちゃんがよ、なんか俺のクス磨けとか言うからめんどくせえとか言ってたけどよ、まあ、あの小遣いくれるんですが磨こうと思って、じゃあやり方なんか教えてくれて、でもうおめえ靴磨き大会出んかみたいになって、で出たな。なるほど、まあその おじい様に教えてもらったんですかね。ということで、よくわかんないですけども、もうですね、左上のピレスロイドさんがもうワックスに入ってますね。あの今インタビュー中にですね、ちょっと途中でずっと見てたんですけども、多分サフィール・ノワールのナッパを塗られていましたけど、ちょっとインタビューに答えていただけますピレス・ロイドですね、よろしくお願いします。では僕の磨きとしてはですね、フルメンテナンスをするにあたって、やはり水分補給の補給は欠かせないかなということで、この早磨き15分以内のフルメンテナンスということなんですけども、まあ、それでもあえてしっかりと普段は気軽なかけるようなそんな積み上げしていきたいなというふうに考えております。どうもご丁寧にありがとうございます。いやちょっと名前的にね、殺虫剤みたいな感じだと、まあ、その胸元についているドクロのマークはそういった意味があるのかななんていうふうに思っていたんですけど、意外と靴に対してはね、そのちゃんと考えている方でしたね。はい、なるほど、分かりました、ありがとうございます。で、右上のスーツ男さんがですね、なんか未だに廃車インクリーナーを使って汚れ落としをされていますけども、こちらはどのような、まあ、磨き方というか、まあ、磨き方なんでしょうか。スーツ男さん、お願いいたします。皆さんこんにちは、スーツ男でございます。ちょっとね、ふざけた名前で やらせていただいておりますけども、私は至って真面目に靴磨き大会に参加させていただいておりますので、皆様どうぞ熱い支援をお願いいたします。なんかそのようなお言葉をいただけましたけど、皆様のねご支援いただけると幸いです。わかんないですけども、なぜ廃車インクリーナーそんなにねずっと、皆様も他の方はですね、下地作りがおそらく終わるか終わんないかくらいのところまで行ってると思うんですけども、まだスーツ男さんはですね、汚れ落としをされているということで、どのようなこだわりがあるのでしょうか。まずですね、私の磨きとしては、まあ、汚れ落としが最重要かなというふうに考えておりまして、靴というものは革というものでできておりまして、まあ、革靴なんですけども、革靴というものはですね、しっかりと栄養分を与えてあげないと、人間と同じようにですね、どんどん劣化してしまいますので、まあ
その栄養を与えることで一番重要なこととしては、表面の汚れや老分などそういったものを一旦排除してからですね、クリーム、乳化成クリームを塗っていくということが重要だと思いますので、まあ、その工程の一環でございます。そしてリグロインなど強力なクリーナーを使わない理由としてはですね、こちらの皮に優しいクリーナーとして配線クリーナーを私使用させていただいております。なるほど、すごく、まあ、皮思いな磨き屋さんなんですね。この方はちょっと地方のね、靴磨き屋さんの靴磨きでやっている方で、まあ、その皮を大切にされてるらしいです。でちょっとですね、今左下のエドワーズさんにちょっとインタビューしようかなと思ったんですけども、左上のピレスロイドさんがね、ライニングにクリームを塗られておりますね。こちらどういったものなんでしょうか。やはりライニングも皮でできていますので、ものによっては、だからこの靴も革のライニング内側のケアもしっかりすることで、まあ、よりいいフルメンテナンスになるかなと思います。随分有言実行というかさあ、そういう、まあ、すごいと思うんですけど、大会に出られて実際それをやるっていうのはどういう覚悟でやられてるんでしょうかね。まあ一番見られる点としては艶を出すことがね、重要だと思うんですけども、でもやっぱ本質としては、フルメンテナンスの本質としては、しっかりと内側のケアもすることかなというふうに思います。あとソールも忘れずにオリーブオイル。いやー、他の方は磨きのみの、ね、そういった感じのメンテナンス方法ですけど、こちらのピレスロイドさんは全部に手間暇かけてやる感じなんですね。普段はこれに、ね、1時間くらいかけて、だいたいお客様の靴、自分の靴も1時間くらいかけて磨いているんですけど、まあ、今回紐外してないんですけど、紐も外して、まあ、それをね、15分以内にやるという感じですね。へえ、すごいですね。じゃあ、すごい適当になっちゃってるんですけど、エドワードさんにね、申し訳ない、エドワードさん、お待たせいたしました。今はどのような磨きをされてるんでしょうか。どうも、エドワードです。私はですね、昔のテンプソンさんの動画をちょっと見てて、まあ、昔っぽい感じでやろうかなと思って、まず汚れ落としで適当にバーってやって、で、デリケートクリームを塗るとツヤが出ない原因になっちゃうから、クリーム塗って、表面磨き、ね、表面磨きですね。で、表面磨きの工程を重視したような磨きということですね。まあそんな感じですかね。特に、まあ、フルメンテナンスということなんですけど、どちらかというと磨きメインのそういう感じですかね。あ、じゃあそうですね、フルメンテナンスの大会ではちょっとあれかもしれないですね。なんか意外と暴走族さんが順調にツヤ出てますけどね。俺こんな簡単だから、俺にかかりゃこんな靴磨きなんて、みんな適当にやってりゃ光るもんなんて。だってじっちゃんが言ってたからな、だいたいこれじっちゃんの靴だし、なんか光るようになってんらしいよ。なんかね、適当にずっと磨いてんと、ああなんか光るってよ言ってた。なんか皮に味が出るとかなんかよくわかんねえけど、ということらしいです。スーツ男さんもですね、磨きをされてますけど、なんかね、さっきから見てるとかなりもう丁寧な磨きをされておりますね。そうですね、
私はお客様がですね靴をご依頼くださってで目の前で磨くというサービスを行っておりますので、自分の靴がいかなる形で磨かれているのかというふうに気になっている方たくさんいらっしゃいます。例えばそのちょっと強すぎる溶剤などを使っていないかなど、そういった心配をされているお客様がたくさんいらっしゃいますので、なるべくですね皮に優しいような磨き方で最初に馬毛ブラシでブラッシングをして、でそれから優しいクリーナーでしっかりと汚れ落としをして、でクリームでしっかり保湿など栄養補給などをしてですね、それからこのように拭き取りなどを行っております。わかりました。で左上のですねピレスロイドさんがね、なんか変な時期にブラッシングを、ブタ毛ブラシで今ブラッシングをされていましたけど、これはどのようなことなのでしょうか。これはですね、先にクリームを塗っておいて表面磨きをその間にして乾燥をさせて、よりクリームの部分も光らせられるという、そういった計算になっておりますね。ブタ毛は表面にはつけないようにして、馬毛やヤギ毛はつけるような感じで。おっと、なんだこれは、なんか手術リーグの不具合なんですけど、そういった点でやっておりますね。表面磨きの邪魔にならないように、そしていかに時間効率を上げるかという、考えでこのやり方に至りましたという感じです。おお、しっかりと計算してやっている感じなんですね。で、エドワードさんがコンパウンドを使い始めました。コンパウンドを使えば光るってブログで見たブログで見たからちょっと使ってみました。じゃあファンなんですかね。よく見させていただいていますね。このスーツもねちょっと真似てみました。確かにダブルで、私が昔着ていたスーツですね。なんでこのスーツを持っているのかということなんですけど、紐を通されてますね、スーツ男さんは。そうですね、紐をしっかり通してですね、これで完成形ということにしております。いやー、なんか丁寧な磨きをされてますね。で、暴走族さんがなんか意外と繊細な動きをされてますね。その繊細な動きはやっぱ おじい様から教えていただいたんでしょうか。じっちゃんななんか磨いてりゃ光るっつってたから適当にやってんの。じっちゃんが教えてくれた磨きやってんだけだからね、別にどうでもいいんだよな。早く終わんねえかな、これ15分が長えんだよな。なんかさ、もうだりーわ。疲れたな。疲れたということですね。皆様、残り、ほんとあとちょっとです。さあ、30秒くらいなんでしょうか。ちょっと私、秒数が見えないんですけども。皆様、結構脱脂綿を使われてますね。皆様っていうか、左上左下のなんかテンプソン騎士団的な形の方々が脱脂綿で最終仕上げを行っております。お終わりました。ちょっと暴走族さん終わりにしてもらっていいですかね。暴走族さんちょっと早く、はい、終わりに。またなんかちょっとやさぐれ感が出ちゃってますけど、皆様仕上がっております。おお、なかなかいい仕上がりで。ちょっと暴走族さん、なんでまたやってるんですか。暴走族、もう終わってますよ、暴走族さん。やめてください、もう。素直にそこは見せてくれるんですね。エドワードさんが見せてくれてます。なかなか光ってますね、エドワードさん。フィレスロイド様が結構な、ね、移り具合でしたね。スーツ男さんも、近づければ光るかなって程度。おー、暴走族さん、なんかやりますね。なかなかいい感じでしたけど、はい。さあ、ということで大会が終了しました。
いや、皆様お疲れ様でした。15分間ですね。まあ長いようで短い、そんな900秒だったんじゃないかなというふうに思うんですけども、いや皆様ね、このような形で頑張っておられましたね。こちらが第1番とか言っちゃった皆さん同時に磨いたんですけどもね、そうですね、ピレスロイドさんがこちら磨きました。フルメンテナンスをねしてくださったということで、ちょっとお名前がまがまがしいんですけど、全部の工程を15分以内に両足終わらせておりました。でこちらがですね、2番あ2番目っていうか、まあそうですね、こちらがですね、スーツ男さん、何をやってたっけな、一緒に何かやってましたね、いろいろ、表面見分けは特にしないという感じで、でこちらがですね、ちょっと3番目というか、まあ旧式のウィリアム・テンプソン磨きをしてくださったエドワードさんがですね、このような艶を出してくださいました。まあこちらのピレスロイドさんの磨きよりはちょっと光ってはいるかなって感じなんですけど、フルメンテナンス的な要素ではまあこちらの方が結構ちゃんとメンテナンスはしておりましたね。じゃあちょっと省かれたような感じでしたね、こちらを。でこちらがですね、ちょっと暴走族さんの磨きでございます。これこちら結構ね、なんか古い男らしい感じのザ・靴磨きっていうようなね磨き方をしてくれてましたね。なんか有楽町であってもおかしくなさそうな、そんな磨きだったんですけども、どうやらですね、審査員の方、顔は出していないですけど、審査員の方がですね、今結果を持ってきました。いやー楽しみですね。結果がですね、来ました。さあ、はい、まず第4位からの発表でございます。第4位は暴走族さんです。いやーでもね、4位といえどもなかなか迫力のある磨きをされたなというふうに思いますというコメントが書いてあります。でですね、第3位はエドワードさんです。いやね、私的には素晴らしいかなと思ったんですけどもね、見ててかなりいい磨きをされてるなと思ったんですけども、まあ評価ポイントとしてはですね、その磨き的な問題よりかはもうちょっと靴を大切にした磨きみたいな、フルメンテナンスだなっていうような、まあ、コメントがあります。こちらの暴走族さんのに関してはフルメンテナンスというか、なんかその男らしさがある磨きだったんで、今回ちょっとね違うかなというお話だったので、まあ、残念ながら4位なんですけども、こちらですね3位となりました。で第2位、ちょっとこちら、ね、第2位です。第2位の発表なんですけども、どちらにここで決まるのが、第2位はピレスロイドさんです。いや磨き中もね結構いいことをおっしゃっていたので、ちょっと私的にもうーんって感じなんですけどね、リシューツリーがね2位ということで、うーんっていうそういうところあるんですけども、まあ至って平等な審査基準だということでございます。評価ポイントとしては、まあその靴をおもんぱかるところはとても良かったんですけど、まあそのなんだろうな、まあ、磨きゃいいみたいな、そう思ってるんだろうっていうのは、その見下した感じ
ちょっと俯瞰的な磨き方がとても気に食わなかったということで、第2位の評価になりました。でこちらですね、第1位の評価になった、スーツ男さんです。スーツ男さんだっけ忘れちゃった。スーツさんです。いやー、おめでとうございます。いやー、評価ポイントとしてはですね、とてもその誠実な靴磨きしてくれたと。まあ、あの汚れ落としをですね、優しく汚れ落としをして、して乳化成クリームでしっかりと塗り、でブラッシングをしたり、ほこり落としもね最初にしたり、で紐まで外して、で紐を通して結ぶところまでやり、ちょっと余裕を持って終わらせるという、そのスタンスにね、審査員の方々はちょっとすごく感心したと、まあ、そんな評価ポイントでございます。いや、そんな、いえ、皆さんちょっと そんな罵声を浴びせないでくださいよ。何よ、そんな皆さん怒ってるんですか。え、何、そんな評価おかしいって。大会を批判する気か。え、大会を批判するんだったらお前金出せよ、5万出せよ。